清原元助は、平安時代中期の貴族、家人。内蔵城、清原深谷部の孫で、下嘘守る。清原春水の子。官位は、十五以上、季後守る。娘に、清少納言がいる。三十六河川の一人。村上町の天略五年正月に、川内検証場に任せられるが容認であったらしく、同年十月に直線和歌集選週の命により、 元助は、千和歌書よりうどに任ぜられ、なしつぼの五人の一人として、万葉集の訓読作業や、五千和歌集の編纂に当たった。王は元年賞剣物に任ぜられると、翌王は二年中剣物に昇格する。大倉昇進を経て、冷静や佐書の広報4年10月に、民部卿藤原有平の申請によって、民部昇進に転じ、12月には、 民部大進むに昇格する。園遊朝初頭の安ナ二年六十二歳にして、十五位した河内ゴン森に除任された。天炎二年、諏王守るに任せられついに受領となるが、諏王国は長戸国、河内国と共に時として、巣戦時が置かれて、貨幣の鋳蔵が行われることがあったが、この時も、この抽選事業が行われたらしく、元助は、抽選長官も兼ねている。 また、巣王守る在任中に、薬師寺の車の造営を担当し、その功労により、天元3年15以上に除せられている。神奈2年79歳の高齢で、肥後守に任せられ、再び受領として、九州に赴く。元助は、上国である、巣王国の受領を一気務め上げたことから、 一定程度の経済基盤を築いたと想定されるが、子息の関東が墓ばかしくなかったことから、清原家の家庭経済はそれほど裕福でなかった可能性があり、それが高齢での地方不妊につながったとも考えられる。また、この任官は、娘婿の立花野のリの密の母で、花山天皇の乳母であるウーコンが、天皇に強力に推薦した結果と想定される。英雄2年6月に、 九人五年目にして認知にて即居。最終官位は、十五位上皇、日後守る。去年八十三、当時としては、非常に長命であった。熊本市の清原神社に、祭人として祀られている。五千話歌集を編纂した、梨坪の五人の一人として、四十代の村上朝から、名声高く、歌人として、特殊な地位を得ていた。藤原均等による、 三十六河川や藤原定家の百人一首に選ばれるとともに、周囲和歌集以下の直線和歌集に百六首が日集するなど、二十一大衆の著名作者として、重視すべき歌人の地位にある。ちぎりきな形見に袖を絞りつつ、末の松山郎小さじとは、小倉百人一首の読み札に描かれた、清原本助の肖像歌集に、本助集がある。 群書類従本156種、河川下集、本262種、前田花本192種があり、他人の作品や重複を除いて実数は510種に上る。これらによると、元助は当時の権力者の家に頻繁に出入りして、儀礼の具として制作した和歌が多く、これを純職業的なものとしていたらしい。特に、おの宮家の藤原さねより、よりただ、 サネスケらに対するものは二十種を超えている。元助が家人として巧妙だったことは、没後の一条朝における以下のような逸話から伺える。また、鎌倉時代の純徳天皇も、元助と大中富義信とを並べて、十代ナスの上、最も叱るべき家人なりと評している和歌の政策態度は、人種型ではなく、口に任せて和歌を即吟したと言われている元助が、 鴨祭りの宝兵士を務めた際に落馬し、冠が滑り落ちたが、夕日を浴びたハゲ頭の乱々とした見苦しい様子を、見物人が笑うと、元助は脱げ落ちた冠をかぶろうともせずに、落馬して、冠を落とした人々の霊を挙げて、物見者の一台一台に長々と弁解し、理屈を述べて歩いた。その様子を見て、見物人は、さらに面白がった。元助は、 よなれた人物で、いちいち物事を面白おかしく言って人を笑わせる、ことを役目とする老人だったと語り継がれていた、唯一話がある。清原元助のひょうきんな一面を伺うことができる。三十六人化宣伝による。ありがとうございます。